ディフェンスが非常に良くなってるわけですね、特にこのプレーオフに入ってね。そうなんですね、ですから第1戦はですねディフェンスの方では成功してると思うんですよね。そうなんですね、ですから第あのオフェンス面でやはり悪い昔の悪いシカゴの、その癖が出てしまう。なるほど、冗談だけに頼って、自分たちのプレーを忘れてしまったということじゃないですかね。さあ試合が始まりました。白のユニフォームがシカゴブルーズ、そして紫のユニフォームがロサンゼルスレイカーズです。ブルーズがボールをまず持ちました。第1戦では岡山さん、はい、マイケル・ジョーダンがですね立ち上がりから随分飛ばしました、はい、これが結果的にはね、はい、他の選手のその能力を引き出すのに失敗したのではないかという評価もあったようですが、はい、そのあたりはどうご覧になりますか。まあそうですね、実は、まあ、ジョーダンがね、技をみんな緊張がほぐすために自分がまた頑張ろうっていうのがすぐ全面的に出ると思うんですよね、はい、まあ、結果的にそれが裏面に出たような感じですけど、まあそれ以上に、まあ、他の選手がねやはり肩の力を抜けなかったというのがやっぱり、あの結果なんじゃないですか。なるほどね、はい、オーディのシュート外れました。シカゴがボールを持ち込みます。マイケル・ジョーダンです。ジョーダンがドリブルして持ち込んでいくところですがファールがありました。ブロッキングですね。カートライトのブロッキング捉えましたが、はい、先ほどの、はい、ゴールテンディングですね。これは一番最初、はい、デバッツゴールテンディングがありました、はい、ポイントが決めて、決められておりましてブルーズ2点を先行です。シカゴブルーズ2対0。試合開始1分を経過しました。第1クォーターです。現在はロサンゼルスの攻撃、左に見える時計はこれは24秒時計の残り時間を示しております。同点に追いついたロサンゼルスレイカーズ、そしてシカゴの攻撃、ピッペン、この人が今日大事ですよね。ピッペンもね、そうですね、それからゴール下でカートライト、54番が見えます、グラント。このシュート決まりません。リバウンドロサンゼルスレイカーズ、まだ幾分第1戦の嫌な感じが少し残っております。いいパスが渡ってウォーディが決めております。早い展開でロサンゼルス珍しく得点を取りました。例によってしかしレイカーズとすれば比較的ゆっくりゆっくりのペースで、まあ、進めていくという形になりましょうか。そうですね、やはり、はい、あのトランジションゲームしますとね、どうしてもマイケル・ジョーダンを抑えられないという、そういう意識がありましてね、これは先ほどウォーディのシュートです、はい、そういう意味では意識的に、マジックがですね、こうペーシングをしているという感じがしますね。なるほどね、はい、4対4同点になりました。いいパスですね、はい、リバース決めて6対4です。レイカーズリバース今日4点目。ウォーディ足の足首の捻挫がありますが、全く第一線からそんなことを感じさせないというね、はい、素晴らしいベテランの働きです。やはりあのボクシングと一緒でね、カウンターパンチを食らった時に自分はそんなものは聞いてないよというポーカーフェイス、なるほど、これがね、やはりその大きく影響するわけですね。でしょうね、はい、そういう意味では足の痛さを相手に、はい、その分からないように我慢してやってるわけですね。スコット3ポイントシュート9対6です。とにかくこのファイナルのロサンゼルスレイカーズはスリーポイントシュートが本当によく入る、はい、第1戦で 50% というのは、これ岡山さんスリーポイントの確率としては相当高いと見ていいでしょう。そうですね、ここはターンオーバーから確実にチャンスをものにしましたシカゴ。8点目が入りまして1点差9対8です。カートライトが決めています。持っていくロサンゼルスレイカーズ、レイカーズはゆっくりとした展開、例によってゆっくりとして、ここはいわゆるあのブルーズの速い展開に巻き込まれないということが必要です、はい、このパスを渡りたいところですがディバスパス渡りません。ワンタッチ、ね、ワンタッチしてますね。アウトバウンズ、シカゴボールです。ワンタッチをしてましたけども、ダン・レイビーヘッドコーチです。どうですね、今マジックが今度は手を叩きましたが、ここは
要するにジャンポールですね、審判の、意見が分かれました、ご意見が分かれましたね、そうでしたね、ジャンポールに変わります。カートライト、ディバッツ、ここはロサンゼルスにボールが出ましたが、その時にファール、ルーズボールファールがありました。ちょっとダン・リービーさんが不満です。この人パーキンスが捉えております、ルーズボールファールということで、結局ここはシカゴにボールが出てきます。シカゴがボールを取り返します。グラント、そしてマイケル・ジョーダンです。ジョーダンのシュート、下がりながら綺麗に決めました。今日初得点ジョーダン、ここで初得点ですか。10対9。岡山さん、はい、いわゆるフロントラインの硬さ、ブルーズ、はい、どうですか今日は。今日はもうそんなね、感じじゃないですね、はい、しっかり上がってしまったというフィル・ジャクソンヘッドコーチの第一戦後の記者会見の話がありましたが、まあ、2戦前にして緊張感もそろそろ取れただろうという話をしておりますが、まあ、そうなくちゃ困りますね。そうですね、はい、ここはいい形ができました。シュートを打っておいて飛び込んでカートライトリバウンドを仕込みました。まあ、ね、ポイント、はい、リバウンド行く本当の基本ですよね、タイムアウトをロサンゼルスレイカーズが取りました。早め20秒タイムアウトを取りました。逆転したシカゴブルーズ12対9です。まあ今日はですね、パクソンにマジックがついてるわけですね、はい、非常にそのパクソンとの身長差があると。はい、パクソンは188センチ、マジックは2メートル6ですか。はい、相当身長差がありますね。したがってパクソンのアウトサイドシュートが、これがですね、なかなか打てないというのが今までのシカゴなんですよ。なるほど。ですからそういうそのパクソンのアウトサイドシュートの良さをですね、どういうところで活かせるか、この辺が一つのポイントなんですね。なるほどね、はい、パクソンのあの 54.8% という数字がね、発揮できなくなってくるわけですね、はい。まあ、先ほどのね、前回ですね、前回、それはね、第一戦の、あの最後の最後のところですね、AC グリーン、リバウンドに行ったんですね、あれは、はい、でグリーンがファール取られなかったのは不思議だという、まあ、コメントがありましたけどね。さあ残り時間が24秒時計、少なくなってきました。ロサンゼルス3ポイント、これは苦し紛れ、リバウンドシカゴ、ペースとしてはシカゴのペースですね、はい、立ち上がり持っていきましたパクソン、パクソンはしかし打つことができません。そしてジョーダンです。ジョーダン中を使う、うん、いいパスが渡った、綺麗にグラントに渡りました。グラント決めております。まあね、第1戦ね、その先ほどフロントラインが非常に悪かったというお話がありましたね、で、まあ、ジョーダンはですね、今まで通り自分もシュートするけれども、要するにそのフロントラインがもっと動けと、動いてノーマークを作っておけば、自分は必ずパスするから、もっとしっかり目を広げて、よく見てろというようなことを言ってましたけどね。そうですね、はい、ということはね、要するに自分のオフェンスを忘れるなと、いうことを言いたかったんだと思います ね、はい、今これは本当にね、そういう意味ではノーマークになれば必ずパスすると。そうですね、ああなるほど、よく目を上げて見てるんだ、はい、俺がパスを出すからという話をしてるわけですね、はい、今まさにその通りグラントシュートを決めました。そしてそのマイケル・ジョーダンがファールをしまして、ディバッツがシュートに行くところ上から抑えました。スコアリング、ゲーム1のスコアリングを比べたものをご覧いただきましょう。さっきから話題になっていますけれどもね、はい、16点対6点じゃこれ話になりません。リバウンドの数もね、はい、違いすぎます。そう、私はシカゴがですね、出演する、要するにウィークポイントって言ったらですね、はい、この24番のカートライ トベテランになりました、ね、33歳、はいはい、彼が、どれだけですね、頑張れるかというところでシカゴのゲームの、ね、ゲームをですね、優位に運べるか、あるいは苦戦をするか、はい、にかかっているということをお話したことあるんですよね。今シーズンのこれはプレーオフの平均スコアリングなどをご覧いただいております。リバッツです。フリースロー
2投目も決めて今日6点目が入って14対11、その差3点です。シカゴリード。第1クォーター、ここはシカゴの攻撃でちょっと苦しい体勢です。全くリングに当たりませんでした。触りもしませんでした。ロサンゼルスボール。ロサンゼルスがボールを持ちますが、ここはマイケル・ジョーダンが聞きに行きますね。マジックとマイケルのマッチアップです。そしてディバッツ、外に出してスリーポイント、ね、おお、これも決まりました。ウォーディのスリーポイントシュート、本当にこのシリーズよくロサンゼルスレイカーズはスリーポイントシュートを打っていきます。同点14対14。マイケル・ジョーダンから展開、ピッペン、そしてグラントから、この人はパクソン、パクソンが今日打てないんです。ここに前にいるのはマジック、打てないですね。マジックね、マジック大きいからですね。グラントが結局決めて終わります。あ、本来ね、パクソンにディフェンスをするのは大体パクソンと同じぐらいの身長のプレイヤーなんですね、はい、それがマジックに今疲れたんですよね、ということは、まあ、スコットあたりがね、はい、本当は突きに行く、はい、まあ、それでもちょっとスコットの方が高いんですけど、はい、スコットでしたらね、今シュートできてましたよ。でしょうね、はい、ところがパクソンが打てないんで、どうしても外へ1回出すというようなね、はい、ですからね、外の攻め、この攻めがね、この攻めがね、非常に効果的なんですよ、はい、この攻めがあるから、その中が開くんですよね、中が開くからフロントラインのプレイヤーが、プレーができるわけですね、リバッツ返します。同点18対18。まあしかしパクソンも今日苦しいんですけれども、この辺りはまたあのパクソンに代わって例のスリーポイントのスペシャリスト、ホジスとかね、いろんな飛び道具を使って、そういう飛び道具が出てきてもですね、マジックがついてるから打てないんですね。マジックがつく限りはね、はい、ですからパクソンがダメだとか他のプレイヤーがダメだとかっていうんじゃなくて、ディフェンスが問題なんですね、はい、ここをどうかわすか、どういうふうに今度はスイッチさせるようにするかっていうこともまた難しいところです。いや、今ピッペンがゴール決めましたけど、今日初得点ですよ、はい、でね、先ほどから僕はその、シカゴのポイントはピッペン、はい、まあ、前回からですね、このチームが勝つに負けるわ、ピッペンが非常にポイントを占めているということを再三お話ししているんですけど、今日ずっと見てるんですけどもね、要するにオフェンスに対する意欲っていうのがですね、今一つ見られないように感じないですね、はい、ピッペン の, その溢れるような闘志と言いましょうかね、はい、行くぞという気迫が出てくるかどうかですが、ここはアウトバウンズ、レイカーズボールです。そしてマイケル・ジョーダンのファールが2つになりましたね、先ほどのファールで、はい、そしてここはジョーダンにね、ジョーダンはその、はい、マジックについてますでしょ、マジックは人一倍動き回るわけですね、ですから当然ディフェンスしててファールを込むという、いうこともあり得るわけですね、そういう意味ではですね、このゲームマイケル・ジョーダンのファールアウト、この辺も一つ大きな心配の種なんですよね。そうですね、はい、この間の第1戦では5つのファールを犯しましたマイケル・ジョーダン、今日早くも2つ目、第1クォーターです。ナイス、これはナイスシュートブロックですね、ディバッツへのパス、結局これは24秒使い切ってしまいまして、バイオレーション、ボールの保持が変わります。シカゴブルズのボールに変わります、まあ、お互いに非常にディフェンスはかっちりしてるんで、はい、まあ、こういう場面が非常に多くなると思います。ピッペンが19点、ジョーダンが36点という数字が紹介されておりますが、これは第一戦の数字であります。シカゴの攻撃、シカゴは結局やっぱりパクソンを今耐えました。ここはグラントが連続して決めています。22点目が入りまして22対18。ですからシカゴはですね、ディフェンスラインを上げて、苦しいシュートをさせてリバウンド取って走れるプレイヤーに変えてきてるわけですね、はい、あ、なるほど、はい、これですね、はい、そこでレビングストンを入れて、はい、53番ですが、ナイスパスですね、で高さでも負けないようにしようということですね、レビングストン大柄です。ここでタイムアウトを取りました。
ちょっとその抑えられたタッチを抑えられたシカゴですけれども、点数の方は24対18と順調に伸ばしておりまして、はい、ここはロサンゼルスレイカーズがタイムアウトを取りました。まあ、ですからそのジョーダンからね、はい、カートライトあるいはグラント、彼らに行くパスがね、非常にいいものになってるわけですね。ビル・カートライトのインタビュー、これゲーム前ですが、ゲーム1は非常に緊張したという話をしています。この人ベテランで、岡山さん33歳のベテランでもさすがにファイナルになるとそうなんですね。でもまあものすごくいい経験をしたんだよという話をしているようです。本当に優しそうな顔してますね。優しそうな顔してますよね。はい、1979年にニックスへドラフト第3位で入ったという将来を嘱望されたカートライトですが、そのカートライト晴れの舞台を踏んでおります。年齢的な問題もありまして、まあ、いわゆるスタミナの問題がありますので、タビューに時々変わってもらって、ゲームを続けるということになると思います。これはパスを渡しましたがちょっと無理、スーペンのシュートですが、これ全く短い。今のリズムどうご覧になりました？いやもうね、手が縮まってですね、まだ本来ね、本来のスペインではないですね。ここはグラントがファールを打たれたレビングストンでしょうか。ファールを打たれてますね、はい、ルーズボールファールです。あ、それからこちらの方もエースティグリーンですね。はい、トムソンが変わりましたね。トムソンが先ほど入ってるんですが、エースティグリーンが変わって入っております。まあ、いずれにしてもそうするとフロントラインでの高さではやっぱりロサンゼルスの方が勝ってるという、はい、ここはラインナップになってますね。はい、苦しい、ちょっと苦しかったんですが、AC グリーンに出してパスは通ったんですがシュート決まらず。これね、シカゴはね、ワンガード、スリーフォワード、ワンセンターなんですよ。あ、スリーフォワード、はい、要するにレベングストーンを入れましたからね。はい、で、要するにパスを下げたということはそういうことですね。ジョーダン、ね、ジョーダン一人ですね、ガードは。ですから、ジョーダンがゲームコントロールしてるわけですね。はあはあ、それでフロントラインを動かして、フロントラインに攻めさせてるわけですね。なるほど、つまりフロントラインの高さをほぐそうという、はい、そうです。そういうことですよね。はい、それとゴール下を、ディフェンスではゴール下を固めようと、はあはあ、いうことの作戦ですよね。あ、でオフェンスファール、そうですね、マジック、マジックと今マッチアップしたのはピテンでしたね。そうですね。これはジョーダンに対するファール、はい、これは非常に第1クォーターから岡山さんね、はい、両ベンチのいろんな思惑が見えてきました ね、 そうですね、面白くなってきました、はい、今度は早く行きました。これはもうローサンゼルスのペースでありますが、スコットが決めました。ですからね、はい、もう第2クォーター本来ですからね、あまりベンチは出てこないんですけども、もうこのゲームには完全ベンチワークというんですかね、ベンチも参加していると第1クォーターからね、はい、ラビングストンのシュートちょっと短い、リバウンドはエースイグリーンです。この人のリバウンドは強い。そしてエースイグリーンが持ってきますが、今度はコントロールゆっくりします。50秒切りました。第1クォーターの残り時間です。普通はね、第1クォーターからここまでやるレギュラーシーズンでは考えられないですね。もう好きなようにやって、はい、第1クォーター、第2クォーターは言えば相手のホームコートではね、はい、いいところを見せてちょうだいというようなぐらいなもんでね、はい、それをやってるというのがそのプレーオフ。スリーポイントシュート、今度は外れました。リバウンド取ってロサンゼルスの攻撃、しかしシカゴにボールが出た。シカゴチャンス、ね、シカゴは今度はここは行く止めた方がいい。ディフェン空いた、あーっと失敗、ファールです。1点とすればここはドカンと入れてワンスローもらいたいところですが、うん、あのねしかもはね、スリーフォワードにしたっていうのはですね、スペインがねこういうガード的なねそのプレーもできるんですね。はあはあはあ、これはディバースのファールです。この人のファールです。ディフェンスの得意なコースですね。最初なんですね、あのバッテリーが、ね、はい、好きなんですよね。それからペンテレーションを見せましたが、ダンクに行ったところでディバースのファールがありました。フリートローです。今日まだここまでピッペン2点、ようやく3点目が入って、もうこの拍手です。先ほどのピッペンのこの攻撃をご覧いただきましょう。ディバースに叩かれました。まあプロでもね、こうやってドリブルしててノーマークになるっていうのはディフェンスのコミュニケーションがないんですね。今ロサンゼルスが完全に開きましたけどね、はい、ですからビジョン
ポジションコミュニケーションと、このディフェンスの三大原則の一つをですね、守らなかった。なるほど。したがって今のようなプレーにつながってしまった。8点差です。第1クォーター間もなく終了でありますが、さあシカゴリード。ロサンゼルスの攻撃で、ロサンゼルスはどういう風な攻撃でここのところは取りに行きましょう。おー、スリーポイントできた。エセグリーン決まりました。いやー、よくスリーポイントシュートが入るチームです。28対これで23。第1クォーター終わりました。第1クォーター終了です。第1クォーター終了しまして5点差、28対23。地元シカゴがとりあえずは第1クォーターリードしてスタートしております。まだ育成期点はまだここまで4点ですから、本来の力を出しているとは言い難いんですけれども、それでもブルブはとりあえずリードしてね、終わったということは、まあ、中野さん、まずまずのスタートと見ていいでしょう。そうですね。あとフロントライン、その問題だったフロントラインについてはどうですか。前回の硬さはないですね。もう前回の硬さはもうもっともっと後半良くなるんじゃないですか。それと今ご覧いただいたようにマジックでディフェンがね、だからこれがね、先ほどフロントラインを3人にしたと、はい、パクソンですとなかなか難しいですね、はい、高さでもチームは優位だと、はい、ディフェンスでも動けると、いうことでマジックを抑える手段として、フロントラインを3人にしたわけですね。4人ですか、はい、ということはある程度ディフェンスの数字が抑えられる、要するにオフェンス数字が抑えられることも、ディフェンスじゃなくてマジックの、マジックね、はい、それからいわゆる今度は逆にオフェンスに回った場合、ね、そうですね、はい、ディフェンスの数字が低くなってしまうということもあり得るということも確認ですね。これはそうすると、マジックとのマッチアップにはね、そんな影響はないですね、はい。さあ第2クォーター、マジックとね、今度起点のマッチアップになるですよね。それ今ウォージついてますね。ここがピペン、エフティグリーンがここのところついてますが、グラントのシュート、これ短い、持っていくマジック、早い展開でパスを出してマジックです。あは、ここのスタートはティーグルを使ってますね。ロサンゼルスレイカーズの20番をつけたティーグル、28対25としております。その差を詰めました。あ、それからシカゴの方も背中32番が見えましたが、ハディーを使ってセンター、カートライトに変えて使ってるということになります。ですからね、第1クォーター見ての通り、ディフェンスも激しく、オフェンスも激しく、もう目いっぱい体を動かしてましたね、ですからそういう意味でカートライトが持たなくなっちゃったんですね、はい、それに変わったパデューですか、はい、パデューでは今一つ役者がね、不足ですよね、まあ、プレーオフに入って非常に活躍を見せているパデューなんですよね、はい、マジック、おお、そのまま持っていった、叩かれた、叩かれました、ブイッセル。大丈夫ですかね。ものすごいマークに遭いました、マジック。ファールに行ったのは、おそらくレビングストンだと思います、この人ですね。今、後ろから叩いて、額に手が当たりました。レビングストンのファールです。ちょっとこの第2クォーターの立ち上がり、動きが激しくなってまいりました。マジックがもっといくところ。完全ブロックショットされてるんですね。ここですね。はい、ね、マジック2投です。もう一つあります。ですから、ま、今のね、今のはブロックショット取られても、ブーイングが出るようなプレーじゃないですね。あれはもうベテランのマジックに騙されたんですね、審判が。そういうケースがかなりありますからね。はい、3点差。ホジスのシュート決まりません。ホジスを使ってますね。そして持っていくのはパーキンス。パーキンスも第1戦であのスリーポイントシュートがありました。3つ決めましたからね、スリーポイントシュート、はい、マジック、マジック、ジュニアスカイフック、これはダメ。リバウンド取りました。リバウンドとしたグラント、シカゴ、シカゴ持っていく、ピペン、ピペン、そのまま行くか、いや、パスに出す。そしてホジス、あら、ホジス得意の長い距離のシュート決まりません。
しかしラウンド跳ね返っている。しかもなおも持ってこんだピッペン自分で打った。これもダメ、これもダメでロサンゼルスに出ました。今マジック出てませんでしょ。出てませんよね。いやいや、マイケル・ジョーダンね、はい、出てませんよね。でその代わりホッジスがですね、ワンガードでやってるわけですね、はい、外からしきりにそのホッジスを押しますけどダメです。ここが決めたパーキンス、パーキンスです、パーキンス、はい、このパーキンスっていうのはですね、一時はスターティングラインナップはエフィグリーンだったんですね、はい、それがやはりもうメキメキと力を伸ばしてきて、このレフトハンドのパーキンスに今不動の位置になってますよね、はい、あのダラスから今年変わってロサンゼルスに入ってきたわけですけれども、ロサンゼルスにとっては非常に大きな補強になりましたね、はい、これであのようやくエースグリーンがいわゆるベンチになって、ベンチの力を比べた場合にシカゴの方がまあはるかにスコアリングが上なんですけれども、はい、なんとかそれでも一つ余力の戦力を ね、はい、ね生み出し得たというところにこのパーキンスの加入の意味があります。まあ、それとね、はい、ロサンゼルスレイカーズのこの強さを昨シーズンはもう屈辱的な負け方してますよね、それがですね、今シーズンはここまで来たっていうのは、これよく抑えた。今ボール持ってるディバックですね、彼の成長がもう、なるほどね、パーキンス以上にですね、LA に対するロサンゼルスレイカーズに対する貢献度っていうのはね、最高のものを持ってますよね。ここでホイッスルがありました。トラベリングですね。トラベリングですか？でしょう。ロサンゼルスにとっては追い上げたいというところなんですけれども、トラベリングがティーグルにありました。タイムアウトを取りましたシカゴです。34-31、その差3点であります。パーキンスが攻めていくところです。これゲーム1からの映像ですが、ご覧いただきましょう。本当にダブルティーム行くんですからね、ピーペンも中途半端ですね今ね、はい、カートライトがね、はい、ここでピペンがね、あそこで遊んでるわけですよ。ダブルチーム行くんだって行っちゃえばいいんですね、はい、パーキンスに思うようにやられてしまったという ね、 そうですね、第一戦、ね、パーキンスにパデューがつったパデューはね、いいようにやられますよ。今ツーガードにしましたね。戻しましたか、はい、あそうですね、はい、マイケル・ジョーダンが戻ってきましたね。これでジョーダンとホジスというガードですか、はい、まあ、ホジスはね、スリーポイント非常にその能力の高いプレーヤーなんですね、はい、したがっていいタイミングでもらえるかが彼の課題なんですよ。そのホジスを変えました、はい、今度はアームストロングです。やはりしかし2ガード変わりません、それから一方のロサンゼルスレイカーズはグリーンがガード入ってますね。それからティーグルの姿も見えます。したがってご覧のようにマジックがお休みです。マジックとスコットが隣にいますので、2人ともお休みということになりまして、さあここで点数はどのように動いてきましたか。マイケル・ジョーダンはご覧のように入っています。マイケルに大きいパーティーソースがダブルチームに来ました。これはもう当然のね、ディフェンスですね、今ティーグルが加わってダブルチームに来て、ここはディフェンス成功、ロサンゼルスレイカーズ。そのダブルチームで焦ってですね、あれだけのスーパースターのマイケル・ジョーダンがパスミスしたんですね、しかしここは取り返します。セールしました。あー、アウトバウンズはロサンゼルスボールです。これもう一度僕はね、この今のリプレイで見たいんですね。見ますのはね、こういう目の見えないところでパデューはミスプレーをしてるわけですよ。邪魔になってるんですね。あ、そうですか。あの他のプレイヤーはフルスピードで走ってるわけです、パデューが真ん中をマラソンで走ってるわけですね。したがって彼が味方のディフェンスをしちゃってるわけです。なるほどね、はい、岡山さん、ちょっと耳の痛いところですね、それはね。そうですね、ね、はい、でも結果的にそうなってしまうことってのはあるんですか。ありますね、はいはい、自分はいい感じで走っててね、走り込みの時あるんですが、邪魔になってる時あるんですよね。難しいもんですね、はい、これね、意外とね、センタープレイヤーが真面目に真剣にね走ってる時っていうのは
意外とノーマークでボールもらえるんですよ。と言いますのは相手のチームのセンターって戻ってきて戻れないんですね、はい、僕もね走るの遅いんですけど、結構時間差になるんですよ。なるほど、みんなのホットショーに僕ら入ってきますからね、結構泣くんですよね、岡田さんのゲームを見てるときにね、はい、ずっと攻めていって、はい、まずワンプレー攻めた後ボールがこぼれてさーっと時に岡山さんがパッと入ってくるっていうケースがよくありましたよね。そうなんです、はい、それはいわゆる岡山さんのおっしゃる時間差だと思いますが、はい、あ、これはね、ノースカロライナ大学時代ですよ、ね、今日出てるのではマイケル・ジョーダンでしょ、それからジェームス・ロージー、それからサン・パーキンスと3人プレイヤーでノースカロライナで、しかも1982年の NCAA のチャンピオンになりました。その時の今ヘッドコーチのインタビューを聞いていただいてますが、ディーン・スミスさん、マイケル・ジョーダンを抑えるためにはどうしたらいいかという話ですけれどもね、諦めですよね大学時代にもそのゾーンディフェンスをよくやられたんですって、まあ、しかし、今はダブルチームで来られるんだろうけど、それはフロントコートでも、ダブルチームに来られるし、バックコートでも来られるだろうけど、まあ、しかしマイケルは外から打つという能力が非常にプロに入ってからも上がってるので、その辺は心配してないよという話をしております。34対33、シカゴのリード1点です。ですから当時ですね、NCAA で優勝した時、マイケル・ジョーダンは84年ですね、NCAA で優勝しましたね、82年で、はい、それ以来経験がないんですよね、優勝の、はい、ですからこれだけのスーパースターですね、学生時代優勝したその1回だけなんですね、まあ、ちょっと信じられますよね、そういうことなんですね、はい、まあ、しかし悲願の優勝にちゃんと近づいてると、はい、いうことも言えますが、ここからが実は大変でね、はい、ファイナル34対33、しかも1点のリードという展開、第2クォーターです。ちょっと両チームとも得点が止まっています。ずっと攻め込んでウォージー、これはこぼれました。しかしリバウンドよく取っている、リバウンド取ったパーキンス。で今ね、起点がマジックについてるところで成功してるんですよ、うん、と言いますのはやはりその高さでですね、そうですね、そうですね、あの高さでね、マジックに大体マジックより低いプレイヤーがマジックにつくわけですね、ガードプレイヤーが、そうしますとマジックっていうのはフォワードローポストに降りてくるんですよ、うん、で高さのノーマーク、要するにミスマッチ、高さのミスマッチでですね、こうプレーをしていくという、そういう方法をやるわけですね、うん、それが一つと、マジックにジョーダンがつく、ジョーダンはディフェンスで負担かかる、これはオフェンス面ではマイナスなんですね。でこの2つの要素で今こういう変則的なディフェンスをしているわけですね、うん、それが今成功しているわけです、うん、ですから私は第1クォーターからベンチが出てきてるなと言ったところなんですね、なるほどね、はい、これは自分たちで決めるもんじゃないですからね、だからベンチが出てきてますからね、タデューどうかな、ここはよく決めた、よく決めました。お、何ですか、ノーバスケットですね、要するにリング触ったかリングの中に手入れたかって、インターフェアがありましたかね、はい、どうですか、バイオレーションですね、ここでマイケルが入れたということ、触ったんじゃないですか、リング触ったという、触ったということですね、はい、これはちょっともったいない、うん、今リバウンドよくしてよく取りました、アデュー、そして攻め込んでいきます、ビジアムソング、さらにマイケル・ジョーダンです。これフロントラインが動かないとダメなんですね、マジックがブルブルしてる時にはキペン、ちょっと攻めたり変えている、結局苦しくなってスリーポイントシュートに打っていきましたね、はい、形を作って打ったのではなくて、はい、もうやむを得ず打ったというスリーポイント、今のね、そのブルズの攻めっていうのは外にしかボール回ってないんですよ、あれ一旦中に出ますとディフェンスは小さくなる、あ、イリガルディフェンス、まあ、1回目は成功ですね、はいはい、しかもですから今決していい形で攻めているというわけじゃないんですね、ですからね、先ほども言いましたように、外で苦しいんだったら中に入れればディフェンスは小さくなるんですよ、はは、小さくなれば外が楽になる、ね、
結局カディを今下げました、変えました。カートライト24番が入ってきました。シカゴです。中入れますでしょ、地面下がる、はい、マジック楽になる、外出してで逆打っていくまた中、うん、あでもなるほど ねこれはいいリズムの攻撃ですね。これがもう基本なんですよ、はい、これが、はい、で特にマジックのプレー、ついてはファンデスレイカーズのプレーなんですこれが。これレイカーズ初めてこの試合逆転しました。リバッチが決めて35対34。外からパクソン、ようやくパクソンの飛び道具が出ました。今日6点目、36点目、再び逆転36対35。シカゴが1点のリード。こちらロサンゼルスのダン・ビービーヘッドコーチ36歳、サウスカロライナ大学出身、シクサーズ、ロケッツ、そしてサンアントニオスパーズと渡りました。スティール、パス、あっと叩かれた、叩かれました。ノーホイッスル、ボーレス・グラント、ボールを持っていたところでノーホイッスル、今度はリバーツ決めました。37対36、レイカーズ再び逆転。何か第一試合と同じような展開、お互いに逆転したりされたりという展開になってきました。第2クォーターです。非常に動きが出てきました。カートライトどこに出しましょうか。パクソン、パクソンから中に入れます。もう一回ピッペン外に出す。そしてマイケル・ジョーダンが打つ。一応の形になりましたね。はい、今ですからね、先ほど中外、中外のね、このプレーっていうのは意外と効果的なんですね。あ、マイケル・ジョーダン、これが 4点目ですよ。今日フィールドゴール2つ目、ですけどもアシストが多いですね。多いですね、はいはい、ナイススティール、さあジョーダン見せましょう。来ました、連続してきました。40点目、40対37。いやー、これはシカゴのお客さんお喜びです。やっとこのシカゴの動きが出てきましたね。出てきましたね、はい、タイムアウトを取りました。やはりあの見せますとね、レイカーズっていうのはやっぱりこう試合巧者ですね。シカゴはね、こう池のミスになるといいところでブロックしたりですね、だからあのファールしたり、相手に勢い止めてるんですよね。なかなか、だから人が勢い乗れないんですよね。そうすると、乗り切れないというのはその意味もあるわけですね。うまいですよね。リズムを変えたりですね。オフェンスの時は右攻めるように流すと流すと生まれ使ってくれてますしね。まあ、いわば夢中になって展開をするシカゴに対して乗り込んでいるとちらっとこう叩くというかね、抑えるというね、いいですね、ウォージーが決めてまた1点差です。タイムアウトを取ったロサンゼルスレイカーズ、第2クォーターの残り時間も少なくなってきました。組む形からパッと止まってシュート、さすがにマイケル・ジョーダン。一気にここは今日8点目までスコアを伸ばしております。一方のマジック、マジックが持っていく、ピペンがつく、中に入った、リバース押されました。いや、これはね、パクソンファン、はい、マジックにですね、先ほどからピペンがついてるわけですね、これは大成功してるわけです。ただし、これですね、オージーへのパスね、これですよ、パクソンが誰についてるかということなんですよ、今オージーについてました、ですからそれが高さのミスマッチになってるわけですね。なるほど、パクソン188センチ、オージー2メーター6センチ、はい、ということでここはオージーファールをもらいました。ですからそういうところをね、もう正確に敏感に反応するスーパースターのガードなんですよ。なるほどね、結構ビシビシとついてくるわけですね、はいはい、2投目決めました。2投目決めてこれで40点目が入りました。2点差です。ゲームの流れ非常に面白くなってきました。ご覧のように第2クォーター残り間もなく2分というところです。マイケル・ジョーダン前が空いた、逃しません。10点目が入りました。マイケル・ジョーダン44対40、その差4点、ディフェンス2点、ナイスピッチ、なんと叩いた、これはファールを取られました。ピッペン今日1つ目のファール、正確にはですね、はい、それはその前のマイケル・ジョーダンのかわしたプレーですよね、かわされたのはスコット、
ですからパクソンはね、はい、スコットについてるんですね。そうですね。あ、今はスコットですね、はい、今度マジックはね、ちょっとウォージーについてる、リバッツですかね、どっかついてるんですよね。リバッツとカートライトがやってますね。はい。あー、これは相変わらず強い。サンパーキンス第1戦からスリーポイントシュートがビシビシ決まってます。これで1点差です。あ、スリーポイントフィールドゴールズ6つ打って4つという数字が紹介されました。レイカーズがここは逆転のチャンスです。マジック持っていきます。あ、そしてディフェンスが今グラウンドがついてましたね、マジックにね。ここはしかしシカゴ今度逆にチャンス連続してきました。パクソン46対43。やっぱりディフェンスが変わると能力が出てくるという点なんですね。パクソンに対してディフェンスはスコット、リバウンド、あー、ルーズボールファール、ルーズボールファール。この人リバス、したがってシカゴボールです。あ、タイムアウトを取りました。タイムアウトを取ったのはシカゴブルズ、46対43。ここまでシカゴ3点のリード、そしてしかもシカゴのボールで再開されることになっております。この第2クォーターの展開というのは岡山さんはどうご覧になってますか。はい、ですから先に言いましたように途中ですね、ジョーダンが3ゴールですか決めましたね、2ゴールと3ゴールつけて、あの辺りからやっとこうシカゴらしさが出てきたというね、はい、ちょっと作れたかなという感じですね。それまではなんか1投でかわされて1投でかわされてという状況でしたよね。ゆうきさん、これスパイカメラだと言ってますね。ロサンゼルスのサインを見るカメラだということなんですけどもね。そんなの見てもしょうがないじゃないですか。どうなんですか、やっぱり必要あるんですか。まあ、もちろん、来シーズンにつながれるし、あるいはその今日2戦目ですよね、3戦目以降ね、はい、ディスゲームじゃなくて。そうですね、もちろんそうですね。まあ、ディスゲームでもですね、伝令かなんかがいるのかもしれないですね。ですからね、それだけそのバスケットボールというのは高度なスポーツになってきてるわけですね。I just make sure that it was within the rules and regulations of the NBA. If it is, then fine. Then you should take advantage of it as well when you're back at home. If it's not, then that camera's got to go. Can you pick up that much? Is it a value? How much do you need to save one basket to win a game? Wow! 今の動きはさすがですね。マイケル・ジョーダン、グラントのパスが当たりました。もう残り時間ほとんど第2クォーターありません。48対43。スリーポイントで来ました。これはこぼれました。もう一回。マジック最後はミラクルショットを見せましたがダメ。48対43。第2クォーター終わりました。前半終わりました。これはジョーダンとマジックの数字比べ、10点の4点、そしてリバウンド5つの5つ、アシストは8つと6つという数字が紹介されておりまして、48対43。第1クォーターでついた5点差がそのままこの第2クォーターまで引き継がれたという結果になっております。あ、シカゴの夜景をご覧いただいております。シカゴと言いますと、いわゆるスポーツのこのワールドチャンピオンを決める試合というのはですね、1986年に NFL フットボールのスーパーボール、ベアーズが優勝した時以来ということになります。それからずっと遡ること1961年に NHL ブラックホークスがこの時に優勝を飾っております。バスケットでは残念ながら世界一を決める試合をここではそのシカゴブルズになってからね、はい、やっていないということでありまして、まあ本当にシカゴのファンが待ち望んだこのファイナルであります。このシカゴスタジアムで行われたいわゆるチャンピオンシップというのは1973年にスタンレーカップ、いわゆる先ほど紹介したあのブラックホークスがやって以来、チャンピオンシップが行われているということであります。
ゆうきさん、はい、前半リードを許したロサンゼルスにとって、はい、考えなきゃいけない点というのはどんな点がありますか？そうですね、やはりそのシカゴのですね、ディフェンス、要するにそのディフェンスにオフェンスのリズムを狂わされているというのが、第2クォーター、ありましたね。ありましたね。それやはり冷静にですね、ディフェンスを見つめて、冷静にそのディフェンスに対する対応をすると、はい、それができるベテラン揃いの経験豊富なプレイヤーのですね、が揃ってますんで、それを冷静に判断すればある程度レイカーズのペースになってくるんじゃないかな、るほど、あるいは、ペースに作れるんじゃないかなというふうに思います、はい、お互いに一つずつ得点を取り合いました。50対45、5点差変わっていません。シカゴの攻撃、ハクソン当たり始めました。そうですね、今日10点目です。52点目が入りました。まあこの辺でパクソンを私は休めた方のがいいんじゃないかと思います。あ、なるほど。今すはね、かなり乗ってますでしょ、乗ってますけどね、パクソンの器はここまでなんですね。あはそれ以上要求してはいけない。はい、ここを休めてまた少し後半でその能力をまた最大限に出してやる。そうですね、今トラベリング、はい、その乗ってる時にどんどん行けるプレイヤーと、またそれをできるプレイヤーとですね、そうでないプレイヤーがいるわけですね。まあ、パックの場合はちょっと無理なプレイヤーですね。なるほどね、はい、続けられるかどうかも また能力のうちと、はい、いうことになるわけですね。先ほど判定にちょっと不満だったマジックですけれども、ここはマイケル・ジョーダンが吹かれました。ジョーダンもこれ3つ目になりましたね、はい、後半第3クォーターの立ち上がりです。マジックダブルチームに行かれました。スーパスを出しました。そしてロージーが詰めていく。そしてパーキンス、パーキンスですね、ゲル・ジャクソンヘッドコーチです。モンタナ州出身、ニックスに11年間在籍しました。そして1973年にそのニックスでチャンピオンシップを戦いまして優勝を経験しております。ブロックショットですね、ブロックショット、しかしよくリバウンド取りました、リバウンド取りました、入れました。グラント、グラント今日18点目と活躍しているところを見ますと、いわゆる第一戦のあの不振といいましょうかね、はい、硬さからは解放されたようです。ロージーが12点目を入れて返しました。5点差変わっておりませんが、ディバッツのブロックショットですね、ディバッツのブロックショットですね、見事でした、ね、これグラントがよく取って、はい、再びこれでゴールを決めております。このところはまあ相手の必死のブロックショットをまあ無効にしたといいましょうかね、非常に効果のある得点でした。そうですね、中入れといて、そう得意のシュートですね、カートライトですね、はい、岡山さん、はい、カートライトが出てきたときとパデューが出てきたときの違いはどこにありますか？そうです、やはりあのスターティングファイブですよね、カートライト、はいはい、経験の差というのもあると思うんですが、なんかね、馴染むんですね。でパデューが出てくると、もう一つ中でね、パスが入らないんですね、だからやっぱりその、なんて言いましょうかね、チームの馴染みの問題と言いましょうかね。そうですね、まあ、もちろん経験もあるし、走力の違いもあるんだろうと思いますが、はい、マイケル・ジョーダン、きれいに決めております。58対51、差はちょっと開く方に流れておりまして、むしろロサンゼルスのここは冷たいところですが、シカゴに連続チャンス。ジョーダン持っていく、パスを出した、ピペン、ファールをもらいました。これもね、もういつもの危険でしたらね、もうダンクをしに行くような勢いでドーンとくるんですよね。まだまだ本来のピペでありませんか、うんうん、バイロン・スコット、フラグラントファール、これは恋のファールを取られましたね。ピペ持っていくところ、レイアップに行くところ、上からゴンと叩きました。もう一回上から見てみましょう、ジョーダンが持っていく、ジョーダンのパスが見事に渡って、ダン・リービーヘッドコーチとすればちょっとこれ不満です。それはそうですよ ね、私自身もね、これを故意のフラグラントファールに取るというのはね、ちょっと行き過ぎじゃないかなというふうに思いますね。しかしこれ認められませんで、結局フラグラントファール、これは1投、そして2投があって、しかもさらに相手のボールで始まるというね。そうですね、もう厳しい処置になります。はい、スコットは納得いってファウルしてませんね、はい、納得いかない。
で特にね、まあ、デトロイト、はい、シカゴ戦を見ていただいた人はよく分かると思うんですけども、非常にそのデトロイトのディフェンスがきつくてですね、そうでしたね、本当にフラグラッドファール、もうギリギリのプレーをしてくるわけですね。実際にフラグラッドファールも取られました。はい、しかし、このシカゴとロサンゼルス、このチームは非常にその、なんて言いますかね、紳士のプレーヤー、まあそうですね、の揃いなんですね。まあそういった中でね、その誰が取られようと、フラグラッドファールを取られたということは、本人もさることながら、チームがね、はい、やっぱりそのプライドっていうんですかね、そういうものを許さなかったんじゃないかなと思いますね。わあ、しかしここのところはシカゴの完全に流れになってしまいました。シカゴブルーズが得点を重ねます。カートライト決めて62対51。あ、タイムアウトを取りましたロサンゼルスレイカーズです。レイカーズにとってはここのところは非常に大事なところ、ここを盛り返さないとちょっと苦しくなってまいりますが、これはかつての映像ですね。チャンピオンシップシクサーズとの対戦のところであります。62対53、オージーが返します。ここのディフェンスで頑張ってマイボールにすることができるかどうか、ロサンゼルスレイカーズ。ジョーダンです。あ、強くいきました。今日14点目、64対53。今度はマジック、外からウォージーが打っていきました。55点、ウォージー今日16点目、55対64。そしてマイケル・ジョーダン、カートライトでパスが入って外から狙うというところがピペン、ここはスティール。ピペン、もう一つ点差がないと見ていいでしょうか、今のオフェンス面ではね。オフェンス面ではね、ディフェンスで非常に頑張ってますでしょ、はい、ディフェンスはもうマジック何もできませんもんね、はい、今スイッチしてジョーダンがついてますけどね、まあ、ノアサカーですよね。うわー、ジョーダンが来始めました。例によって前半を抑えて後半爆発するという、はい、それでね、今の、はい、今のね、マジックはファールを取られてシュート落としたわけですよ、ムッとしてるわけですね、で、まあ、あのレイカーズはですね、マジックは中心、マジックをかければみんなこけるという考えてもいいと思うんですね、はいはい、まあ、そういった意味ではね、ここでマジックをもうちょっと我慢してやってくれるとですね、くれないとまた今の点差は縮まらないと思うんですね、こうグッと押されてるんで、ね、そうですね、マジックはもう さっきからこういうシーンがね、はい、見られます。ここはマジックにとっては辛抱のしどころです、しかも敵地に乗り込んでですからね、それでましてやね、ある意味ではやむを得ないところがあります。スペインに疲れて、はい、もう自分の思いのバスケットできないわけですね、はい、こうやってマジック落とします、はい、今もピッペンがディフェンスでした。まあ、結果的にはこうやって入れ替えしますけれども、まあ、それはね、結果論であってね、そうですね、はい、66対57、ウォージーだけは今日綺麗に決めております。おっと、これはマイケル・ジョーダン、これで決まるんですね、パクソン、今日12点目、68対57。これね、まあ、どっちを応援するとか応援しないじゃなくて、まあ、私の立場でね、はい、あまり言ってはいけないんですけども、シカゴはね、今日勝たないと面白くないんですよ、まあ、そうですね、シリーズそうなんですね、ですからね、このシリーズをですね、盛り上げて、もう思い切って、そのなんて言いますかね、こう気分よく終わるためにはゲームセーブまで行ってもらわないとつまらないわけですよね、はい、今しかしウォージーがひっくり返っておりましたけれども、ウォージー左足首を故障しておりまして、ちょっと足の方も心配であります。
ジョーダン来始めましたね。18点目、70対57。マジックについて相当ディフェンスに負担かかったんですよ、それをマジックはですねピペンとスイッチしてですね、そうなんですよ、その結果がね、非常にいい結果になってきてるわけですね。ジョーダンにとってみればディフェンス面での負担が軽くなったと、はい、いうことになるわけですね、はい、一方、うわもうマジックの表情はね完全にその何と言いましょうか、やられてしまっているというね、今日は集中攻撃に当たるというそのマジックであります。ですからね、レビングストンがこちら側、はい、レイカーズはね、全てマジックからスタートしてるんですよ、そのスタートするマジックを止めればある程度計算が立つわけですね、ただマイケル・ジョーダン4つ目のファールが記録されました、はい、この第3クォーターです。徹底してここはもうマジックを抑えるという作戦に出てます。しかも ロサンゼルスはここまでフリースローの得点8点、はい、それだけまあファールをもらうということが少なかったということですよね、70対59。岡山さん、ちょっと点差が広がってきました、はい、ロサンゼルスとすれば流れを変えたいところですよね。そうですね、ですけどシカゴの方はね、冗談も全然ちょっと落ちませんしね、すごくこの3コー第3コーターですか、振り切りすごいんじゃないですか、いやこれね、マイケル・ジョーダン全然落としてませんよ、全てのシュートを決めてますよ。で今も押されながら決めてファールもらってね、この顔見てくださいよ、普段レギュラーシーズンに相変わりしませんよ、しませんよね、これだけね、気合入ってますね、気合入ってると同時にですね、先ほどお話しましたよね、 NCAA の時にね一回優勝してるだけですね、はい、ですがそれだけね貪欲に、もう優勝したいというそういう気持ちがね、あの顔あのプレーに現れてるわけですね、はい、マイケル・ジョーダンはねこの第3クォーター1つ打って1つ全部決めてます、はい、1つも落としてません。あっパーキンスが行くところですが、ウィリアムスですね、ウィリアムスのファールです。新人ウィリアムス、両チームを通じて新人で出ているのはこの人だけ、ちょっと身が重いような気がしますね。まあまあやむを得ないところでしょう、はい、ファイナルです、新人が登場します。しかもこのパーキンスについていまして、そのパーキンスを抑えようというところです。パーキンスはとにかく外で抑えておかないとスリーポイントやられます。パクソンが非常に抗議してましたね。パクソンって意外とね、うるさいんですよ。無駄な抗議をしてるようなんですけど。So Michael Jordan。1投目決まってこれが2投目になります。このところスリーポイントシュート好調のパーキンス、そしてご覧のようにマイケル・ジョーダンは下がりました。ボールを運ぶのはパクソン。この12点差、ここでマイケルが下がりました、ね、下がりましたね。この辺がね、まあ3クォーター、まあ、前半戦のですね、はい、大きな山場じゃないかな、一つの山場だと思いますね、はい、でこれもう一回これワンガードですね、はい、シカゴはね、そうです、はい、でここでねこのジョーダンがいないときに、ある程度この点差を確保すればですね、これはもうゲームありと、はい、シカゴ連続チャンス、ディペン、うわぁ、綺麗に決めていきましたね、ウィリアムスですね、新人、先ほどの、このファールを帳消しにしましたね、はい、8得点であります。なお先ほどパクソンがシュートを決めましたので、パクソンも7回打って7つ全部決めた、全部入ってますよ今日は、パクソンも落としてません。立ち上がりは確かにパクソンもうシュートできませんでした、ディフェンスですね、高さのミスマッチがありましたから、ね、はい、だけれどもここに来てパクソンが、まあ、ディフェンスさえ変われば俺が打ってやるというそんなそのシュートを決めております。ジャンプボールです。強よく当たっているパクソンが飛びます。それからディバッツ、うまい、
シカゴにボールが出る。一点。はい、うまい。今の1点はうまかった。一点も10点目を入れました。79対61。これをきっかけにね、オフェンスのリズム、自分自身のリズムを ね、取り戻してほしいですね。はい。はい、レイカーズタイムアウトです。残り2分56秒得点もう一度言いましょう。79対61。あっという間に点差が広がりました。もうね、観客がね、シカゴファンの観客が調子悪いって分かってるわけですね、はい、そこで今いいプレーしたんでね、もう観客がもう全員がね、ピッペンに乗せようというね、そうですね、ピッペンを取り出す、はい、ここから乗ってくるよピッペンというところであります、ジャンポール見事な位置取りでここはものにしました。79対61。残り3分を切りました。ランディングベースですよね、本当にね、あ、ここはね、ボルテージ、ボルテージが上がってましてね、騒音計が、あ、上がってきましたどうですか、あ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 、NBA でも一番、まあ、いわゆる騒々しいスタジアムと言われておりますよね。ハッソン、それからジョーダン、フィールドゴールパーセンテージ 55% と 54%。 今夜7の7、12の10すごいですね、いや、岡山さんね、この試合の立ち上がり、確かパクソンは調子が出ないなってな顔してプレーしてましたでしょ、ディフェンスでこんなに違うもんなんですね。そうですね、あの足、やっぱり前線で足動きますから ね、だんだんそうするとリズムがね、出てきますよね、はい、いいところなのにね、ピピンがクラミングしましたね、はいはい、ピッペンが乗るとすれば、まあ、これからなんでしょうけれども、これがオフェンスファー、ね、これがオフェンスファー、はい、これはオフェンスファー、これはちょっとパーキンス無理がありました。新人のウィリアムスが吹っ飛ばされました。オフェンスファー、いや、マジックですよ今。あ、マジックですか、はい、あ、マジック、あ、そうだ、マジックです。これはね、ピッペンがね、もう必要なね、ディフェンスをしてるから、マジックはもうそれに反応しちゃって、もう向きになってやってるわけですね。なるほどね、はい、シカゴの攻撃、リバウンド、ここはロサンゼルス取り上げ取りました。パーキンス、リバツ、リバツがボールを運ぶ。ウォーズィーですが、ファール、これはディフェンスファール、レビングストーン、チームファール5つ目になりました。シカゴです。シカゴはマジ、ジョーダンがですね、ベンチにいる間に他のプレイヤーはね、ジョーダンがいる時より大活躍ですよね。大成功ですね、はいはい、まあ、若干詰められてもしょうがないやという場面なんですね。そうですね、はい、それは逆にですね、広げましたからね、はい、残り時間でどのくらい打てたかということですね、あのショットクロックがね、はい、ジョーダンが戻ってきました。8本目、うおー、8の8、 100% が続きます。パクソン、81対65。これじゃあもうアームストロングの出番がないですね、今日はね、はい、私ね、先ほど、まあ、そろそろ休ませると言ったんですけどねいやレギュラーシーズンじゃ見せてくれないプレーを今日はしてくれてますね、まあ、ここは脱帽しておきましょう、はい、恐れ入りましたというところですが、はい、ですからね、人間っていうのはね、これだけね、そのなんて言いますかね、観客の中でこれだけのビッグゲーム、ね、もう集中力、このね、パクソンというのは集中力ものすごいんですよね。ですからね、普段出てない力、潜在能力あるんですけども、普段それだけ集中力を出してないわけですね、今日はもう最大限に出してるから、あれだけこう普段出ないプレーがボンボン出てくるわけですね。モーディを下げて、エーシー・グリーンが入ってまいりました。それからティーグルが今入っております。フリースロー、ティーグル2投決めまして、今日4点目、67点目が入っておりますが、さあこの点差がつきました。第3クォーターはあっという間に点差がついております。ロサンゼルスは非常に苦しくなってきました。上から叩いた、ファール、ティーグル、
ファールを受けたのはジョーダンです。岡山さんね、こういう展開で逆転に持っていくということは苦しいかもしれませんけれども、はい、ロサンゼルスとしては取る手はどういう手ですかね。まあ厳しいですけど、もう、まあ、プレッシングとかですね、どういったんですかね、リバウンド頑張るしかないですよね。リバウンド頑張るね、はいはい、そうするとゆきさんね、はい、高さを生かす、そしてあまり速い攻めを出させないというようなね、はい、またロサンゼルスの攻めの原点に変えることが必要でしょうか。まあオフェンスについてはね、今先ほどからね、危険が一生懸命そのマジックについてはですね、ですから従来はマジックからゲームがスタートするところをマジック抑えられているがためにできないわけですね、ですから今誰ですか、出てるのガードはスコットですか。今ね、パーキンス、パーキンスによって、そこからね、スタートしてもいいわけですね。スコットと今はティーグルがやってますね。そうですね、ティーグルですね、はい、ティーグルはね、あんなところにいること自体はおかしいんですよね。完全にこれはシカゴのゲームになってきました。ビル・ジャクソンヘッドコーチです。ビル・ジャクソンさんといったアルバニーというチームで、これはまあ二軍というわけじゃなくて、また別のちょっと実力的にはややこの NBA よりも落ちるんですけど、そのリーグがありまして、そこでアルバニーのチームでコーチオブザイヤーを受けたこともあるという人であります。まあ、いわば苦労人であります。こうなってきますとシカゴは余裕出てきますね。そうですね、そんな無理に攻める必要ないですね、はい、第3クォーター残り間もなく30秒というところです。そうですね、ジョーダンがパスを出してピッペンに決めさせる。おー、やっと打った。ピッペンが決めましたね。12点目です。なんかやっとね、はい、こうシュートらしいシュートを見ましたね。12点目ですけどもね、なんか目立たないね。そうですよね、はい、らしからぬシュート、86対69となっております。残り第3クォーター9秒8秒、ショットクロックの方がちょっと早く進んでいる。スリーポイント、シュート、スリーポイント、エースグリーン、こぼれた。リバウンド、リバット取って、これ決められるかどうかですが、ゼロになりました。第3クォーター終了です。第3クォーター終わりました。第3クォーター終わって86対69。うわー、これはシカゴブルズ、このクォーターは大きかったと思います。この第3クォーターだけで17点リードに変わったということは、12点ここで一気に広げたわけですね。そうですね、38対26、第3クォーター12点広げました。この第3クォーターはフィールドゴールの失敗、シカゴはわずかに3つだけ。3つですか。信じられません。これはすごいですね。そうですね、マイケル・ジョーダンはここまで24点を取っておりますが、このうち第3クォーターになんと14ポイント9アシスト、マジックはここまで11点という結果でありまして、さあ第4クォーターでロサンゼルスがどんな展開を見せるかということになってくるわけですが、ゲームの展開的には非常に苦しくなりました。抑えられているマジックのところをとにかく何とかしなきゃいけない、あるいは誰かがマジックの代わりを務めなきゃいけないということなんですが、能力的にそこまでいける選手がいるかどうかというね、はい、ではですからね、エースグリーン、はい、今オフェンスでうまくいってないわけですね、したがってね、やはりオフェンスの工夫をすると、いうことをしないとですね、ただこのまんまズル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 いってしまったら、いってしまいますね、もうゲームは決まってしまいますんでね、リバッツと、それからこれはグラウントです。まあ、ここはフィールドゴールのアベレージと、それからポイントをご覧いただいております。今日はフォワードの3人が頑張ってますよ、カートライト、グラウント、パクソン、ね、パクソンが8の8、はい、そしてこの人が出てきました、ホジス。もう本日のあの長い距離のシュートも見てみたいです。いろんな手をもう見せてほしいですね、はい、こうなったらしかもは。アウトオブバウンドとか LA、ロサンゼルスボールです。マジックはしかしこれはね、今日は心中ちょっと穏やかじゃないですね。
Another adjustment Mike Dunleavy may have to make for the next game is perhaps play Larry Drew with Magic or make Byron Scott the point guard and run the show for a while. ディフェンスとしてはこれでいいんですね。まあ、たまたまウィリアムズがファールしましたけどね、パーキンソンとか抑えに行きました。そしてマイケル・ジョーダンがその新人のウィリアムズのところへ行ってね、最近ね、今年のシカゴブルズのよく見られるシーンですよね、話をしましてね、はい、まあ、ファールを犯したけれども今の感じでいいんだという話なのか、アドバイスをしたのか。もうこれ大成功ですよね。ついにね、レイカーズは、なんとマジック・ジョンソンからスタート、マジック・ジョンソンがボールを持っている時間がものすごく長いわけで、そこからいろんなバリエーションにつながって、ゴールを重ねていくわけですね。今のようにですね、今のようなパス、ですから持たさなきゃああいうパスが出ないわけです。はい、シカゴの攻撃はマイケル・ジョーダンから、マイケル・ジョーダン自分で打っていきました。決まりました。第3クォーターから素晴らしく当たっておりますマイケル・ジョーダン、今夜26点目、88対71。こうやってグーッとこれここで離しても正解なんですね、ウォーゼリバウンド、エースグリーン、リバウンド強いエースグリーンです。そしてウォーゼもう一回エースグリーンだ。激しい取り合い、シカゴ結局取った、シカゴ取ったがアウトオブバウンズか。味方に浴びせ倒しですね、今大丈夫ですかね。グラントですか。グラントです、はい、今日はね、ゴーグルをつけまして出ています、グラント。このゴーグル、新しいゴーグルを手に入れたんだそうで、もう夜から昼間になったように視界が開けたよという話をしておりますが、ウィリアムスですか、今上は。上もって言ったら、そうですね、ウィリアムス。ウィリアムスの浴びせ倒しですね、ウィリアムスの勝ち。ロサンゼルスがボールを引き続き動くことができました。ここはロサンゼルスにとったラッキー、このラッキーを生かしたいところです。リバースかわしてシュートですね、後ろから叩かれた。あった、イージーシュート。今後ろが叩いたのはレビングストーンで、この辺りは積極的なところを見せております。今度はボールを持ったシカゴ、マイケル・ジョーダン、もう慌てて打ちに行くことはありません。止められておりました、イリーガルディフェンス。ロサンゼルスレイカーズにイリガルディフェンスがありまして、引き続きシカゴのボールが続きます。フリースローが一つ与えられますが、ここが当然もうマイケル・ジョーダンが打っていくと思います。どうもシカゴ、シカゴとペースはシカゴのペースが変わりませんね。タイムアウトを取りました。ロサンゼルスレイカーズ89対71、はい、第4クォーター残り時間がご覧のように9分40秒です。ですからね、これを見てる、まあ、他のチームのヘッドコーチ関係、そうか、その他諸々がたくさんこのゲームを見てるわけですね。そうか、ロサンゼルスレイカーズに勝つ方法は、シカゴがこうやってディフェンスをしている、こういう方法もあったのかということをですね、現実に体験、目で、来シーズンの作戦が立ったなと、立てられるなというところじゃないですかね。なるほどね、はい、マイケル・ジョーダン、今日29点目で、ここは独壇場。90点を超えました。91対71、ちょうど20点差がついてしまいました、はい、岡山さん、この時点での20点差というのはどうなんでしょうね、勝負的には。そうですね、ちょっともう逆転は不可能な難しいと思いますね。そうすると、はい、今日はもうこうなったら、あとはシカゴのファンのためのショータイムということになってきますね、はい、ジョーダンからのロングパスアリウープ決まって、これはピペン、とにかくピペンを乗せよう乗せようと、チームメイトがね、みんな一緒になって、しかもお客さんも一緒になって、そんな感じがいたします。相当焦りが来てますね。ですからね、これね、これはさっきのマイケル・ジョーダンからアリウープが出たところですね。でピペン飛び込んでドン、ようやく何かこう派手なピッペンを見ることができます。
そしてレイカーズがミスをした後、今度はもう一回ピペン、はい、来ました。16点目が入りました。ピペン、とにかくジョーダンはピペンを使って使って、はい、心配りしてますよ、うん、95対71、残り間もなく8分、第4クォーター、勝負の方はちょっと消したかなという感じがあります。そうですね、マジックはとにかく何もできません、何もできませんもんね。グリーン、これ外しました。そしてジョーダン、パスを出してもう一回ジョーダンに持っていく。ジョーダン、うまい、左手に持ち替えました。今右手から左手に持ち替えたのシュート。ほら、ギル・ジャクソンヘッドコーチもやってくれないという顔であります。31点目、97対71。もうここはロサンゼルスはずっと得点がありません。いやね、マイケル・ジョーダンのね、数多いアクロバッティングなねシュートがありますけどね、これはねすごい、その中のね5本の指に入るシュートですよ。空中で右手からまずディフェンスをかわして右手から左手に持ち替えて、アンビリーバブルです。アンビリーバブル。もう一回、もう一回見てみましょう。ハイケ・ジョーダン、これダンクしてもおかしくないんですね。なるほど、こちら側にパーキンスがいたんで、だからこうかわしてるんですね。5回目ですよこれ。おお、なるほど。後ろに AC グリーン、向こう側にパーキンス、素晴らしい。自分でも信じられないじゃないですか。ほら、ジャクソンヘッドコーチが笑いました。あまり笑ったとこ見たことないですね。もう決まりですね、今日のゲームは。今日のゲーム決まりましたね、はい、まあ、あとはもうシカゴのファンが堪能するまで、まあ、やり放題やってほしいところでありますが、ウィリアムさん自分でやったように喜んでますよ。しかし審判にとってはこういうゲームを経験するというのは本当に大事なことですね。もちろんそうですね。さて、なおもですね、パクトンの8の8が続いているわけですから、あとはこのパクトンが落とさないで 100% 決められるかどうかをね、これ注目してみたいと思いますが、1967年にフィラデルフィア時代だったチェンバレンがロサンゼルスを相手に15の15という記録なんですって。誰ですか？チェンバレン。あの大選手、センターですね。あんなゴール知らないですか。センターっていうのはね、可能性あるわけですね、ガードがね、アウトサイドシュート、ばっかり8本ですよね、それはやはりこういう強いディフェンスの中でね、8の8っていうのはこれはもう大変なことですよね。今そのパクトンがお休みです。後ほど出てくると思います。あ、スクールか、ダメです。セカンドハウス、つまり後半に入ってブルズ 79%、 レイカーズ 42%、 これじゃあね、点差が広がるわけです。立ち上がりっていうのはすごいですね。すごいですよね。フィールドゴールが 80% 近くってのはちょっと信じられませんね。でもゴール下でもありませんし ね、 ね、決して高さがあるチームじゃないでしょ、ね、ショットクロックいっぱいになってきました。ファール、ファールです。この人はレヴィングストン。いやね、今シーズンね、何ですか今度は。あ、さっきね、スティール取り狙いに行ったんですよね、結局スティールならずというところだったんです。どうぞ。まあ、先ほどね、リビングストンファールしましたけども、今シーズンのね、レギュラーシーズンはあんまり目立たなかったんですけどもね、非常にプレーオフで活躍してますよね、こういうプレーヤーもいるんですよ、女子短期決戦には強い、強いというね、長期ですとね、こう、なんて言いますかね、あんまりエンジンかかんないというプレーヤーっていうのもいるんですよね。そのレビングストーンはね、考えてみますと、はい、シカゴから、ごめんなさい、デトロイト、アトランタとね、渡ってきた人なんですよね、そういう人が、こういうところになって、まあ、いわばベテランネットに対してチャンスを掴んでるんですね、花を開かせるということもあるんですね、99点目が入っております。そしてロサンゼルスの攻撃、ようやく入ったマジックです。
マジック14点目ですが、今日は本当にやられっぱなしという感じであります。99対77。もうマジックがついてますね、珍しい。ああそうですね、はい、マイケル・ジョーダンにマジックがつきました。そしてマジックが手を出したんですが、これホイッスルありません。ホイッスル出してロサンゼルスにボールが出て、さあここはウォージーのシュートです。ああこぼれました。ウォージーイージーシュートを落としました。まあ、確かにこの展開になりますとちょっとね力が抜けますね。ですから収集力もちょっと落ちてまいります。サンディーディヘッドコーチが今リバスを呼んでアドバイスを渡りました。この人はエースグリーン。僕はねもうマジックをねもうご苦労さん、今日はご苦労さんでベンチに入れた方がいいと思うんですよね。下げてね、はい、でデリューかティーグルを入れて、はい、ということにした方がね、3分以降のこと考えないと。そうですね、今日で終わりじゃないですから、はい、あまり消耗させない方の。そしてこの人戻ってきましたよ、完全に一辺、はい本来それだけの能力はありますんでね、ただ精神的な部分だけなんですよね。それともう一つはやはり相手のねスーパースターのマジックにつくという精神的なプレッシャー、さらにはプレーオフファイナルというこういうねいろんな諸々のプレッシャーがね、やはり今日のあるいは第一戦の彼の不調につながってるわけですよね。101対80となりました。エイティグリーンはこのファイナルで初めてスリーポイントシュートを決めております。9回打ってこれが初めてということですが、ダンクが決まりました。グラント、もうここからはもうしかも伸び伸びとプレーします。ディフェン、ジョーダン、ここはもう一回ディフェン使ってほしいところですよね。ディフェンが調子を戻してこれで今度は場所をロサンゼルスに移していくわけですから、そこでまたシカゴがどんなゲームをするかというのを楽しみにしたいと思います。ディフェン、はい、ディフェン決めました。20点目が入っておりまして105対80、タイムアウトを取りましたロサンゼルスレイカーズです。あのステップはそれだとアメリカの人はトラブリングなんですよね、はあ、マジックここまで14点、セブンリバウンド、マイケル・ジョーダン33ポイント、18打って15決めてます。フラッシュバック、セルティックとブルーズのゲームですね。80年代に入ってシカゴはたびたびプレーオフには出ているんですけれども、ただプレーオフでファイナルに出たのはこれが初めて。ボストンにやられているのは1981年にボストンに0勝4敗としかもやられました。それから86年にもファーストラウンドで当たって0勝3敗、87年も0勝3敗、つまりボストンにはもうプレーオフでは一度も行かないというね歴史がありますね。そして最近ではなんといってもデトロイトですよね、勝ちはなかったんですね。88年1勝4敗デトロイトにやられました。89年、2勝4敗、90年、3勝4敗、だんだん上に上がってる、だんだん上がってるんですね。今シーズンついに4勝0敗で勝ちました、はい、ね、はい、というボストンを破ってデトロイトを破ってのこのプレーオフファイナルということになりました。しかもですね、昨年一昨年と2年連続してですね、デトロイトに敗れて、そのデトロイトが優勝してるわけですよね、ですから今シーズンはザ・フォー・デトロイトということでここまで来たわけですね、はい、マイケル・ジョーダン第3クォーターの14点というのは何といっても光っております。とにかくあの第3クォーターシカゴブルーズの攻撃で小山さんね、はい、落としたのが3つだけってのはこれ信じられますか。信じられますね better distribution of points shots。 もうシカゴのベンチにも余裕があります。ボールがこぼれてレイカーズボール。レカーここはデュリューがボールを持っていきます。マジックを下げましたね、はい、もっと早く下げてもよかったかなというのがユーフィアの意見ですね。そうですね、浮かせて中に入ります。そしてキャンベルを使っております。キャンベルどっちもこれダメ。そしてシカゴの方もここはタデューが入ってますね。32番背中が見えます。もうあれですね、10番のアームストロング、リジアームストロングを使っています。ディフェンだけですね、
レギュラーの。レギュラーがね。はい。レイカーズはウォーズを下がってますよね。そうですね。はい、まあ、やはここはあのベンチの腕自慢といいましょうか、クラベットということになっております。ルーズボールファウル。あ、こちらの方にレギュラーがいます、ね。まあ今日はしょうがないなって感じしますね。マジック14.7、リバウンド7、アシスト10。あくびしてるのもいますよね。後ろの方ではね。あれプレーじゃないですか。プレーじゃないですか。違うんですね。失礼しました。そしてピッテンも下げますね。まあとにかくね、今日はピッテンはね、オフェンスに関してはそれほど貢献してませんけども。それ以上にマジックについて引き下げになってディフェンスをした、その結果がですね、ロサンゼルスレイカーズのオフェンスリズムを崩して、一方逆に、シカゴブルーズのオフェンスの良さにつながってきた、これですよね。なるほどね。キャンベルのシュートブロックがありましたが、すぐここはシカゴボールを持っていきます。まだまだシカゴのチャンスが続く。ウィリアム新人、なんだかここあの今日8の8というパッソンをもう一回出して9の9から10の10くらいにしてほしいんですがね。椅子は作ってくれませんかね。アウトバウンド、ここは下のボールです。この人はファビューです。それから今2番をつけました選手がちらっと見えましたね。オプソンを入れました。シカゴです。とにかくここはもう10人ずつ入ってるわけですから、いろんな選手を使ってまいります。ボールがこぼれた。レイカーズの攻撃、ドリューのシュートこぼれた。リバウンドはパリューです。速い攻撃に持っていきたいアームストロングですが、狙いは良かったですよね。はい、今横側が見えるのはキャンベル、ルーキーのキャンベル。なんとかマイボール確保しました。残り1分40秒、105対82。さあこうなってきますと、はい、まあ、いろんな戦力をここで使って試してみているわけですが、もちろんまた第3戦になりますとね、はい、このまま使えるかどうかは分かりませんけれども、ただ、ジョーダンが今日今のところこれ記録見てみますとね、はい、13ゴール連続決めたというのなんですよ。あ、そうですか。13ゴール失敗なしで。冗談でしたらびっくりしませんね。そうですか。はい、では、先発4人でここまで 81% 決めている、はい、先発4人、はい、48打って39決めた、これはどうですか。これはやはりしかも、まあ、あの NBA 第2位のですね、5割1分というね、チームのフィールドゴールパーセンテージ、それを持っているチームですから、それも考えられますね。先発5人全員2桁得点、はい、しかもそれもびっくりしましたね。びっくりしましたか。もう一つ聞いてください。何をびっくりしたかって言いますとね、パクソンの連続8本ですよ。はい、今までレギュラーシーズンではまずなかった、むしろですね、今10番アームストロングにガードのポジションを奪われたぐらいの人でしたね。そうでしたからね、はい、まあ、いわばここはね、もう勝利が決まってアームストロングを使ってるわけですからね、はい、残り31秒というところです。それからマジックの表情が時々映りますが、ああ今日はもういいわという感じでね見ておりますが、62%、セルティックス戦ブルズ 62% で並んでますよ。はい、チャンピオンシップシリーズのタイですね。これで上がりましたね、また少し。ああ、そうですよ。はい、はい、
これ最終的には何パーセントになるんでしょうか。11、10、残り9秒になりました。記録破りましたでしょうね。多分破ってると思います、ね。今のあのアームストロングですか。決まってますもんね。はい。残り2秒さ。あっとこれでちょっと落としましたよ。これで下がりましたよ。ステイシー・キングが今最後ね、はい、打っていきまして落としました。これで下がりました。